スポーツの日スペシャルでございました。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。今日楽しかったね。めっちゃ笑いました本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はもうポンちゃんゲストにポンちゃん来られるね。はい、ね。もう何回ぐらいやってあるんですか。何回ぐらいやってる。回数で数えられへんな。でも4年以上前までやってますよね。うん、ね。はい。ゲストが今までは1回出たことがあるとこだけじゃん。1回だけやって、今回2回目ね、京都では初めてですよね、京都編ではね、ありがとうございます。モノマネがほんと、またポンちゃんうまいの、うまかった、びっくりした、めっちゃうまい、もうどれぐらいうまいかってね、もう一回ちょっとやっぱ、ああなるほど、うまいこと、うまいこと言うて、皆さんいかがですか、井上康です、うまい、なかなか、なかなか、なかなか、それ見るだけでも価値あるんちゃう、今日のアーカイブ、うまいから、ありがとうございます。たぶんあの部分だけアーカイブ勝った人は何だろうこの前のねうちらのライブはほんま置いといてえ松山ちゃんさんそこはねやっぱりねもう往年のというか往年のねやっぱもう一番最後に持っていきましたけど、はい、どうですか今日の感想千春さんで絶対できへんやつ歌しかできへん歌しかできへん歌しかできへんから歌しかできへんから松原さんどんなとか喋ってるんだけど面白いね本当になんかちょっとこの辺にかかる感じですあこの辺かかる感じあれだな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 今日のあれ違うそれひなやつに強いさおつまらん。これモノマネはいつからやりだしたんですか、この歌男をライブやりだして。もともと高橋くんじゃん。そうそう、多分ね、もともと。そうやんね、きっとね。そうなんです。ステージでモノマネし始めて。そう。あ、そうなんですか。絶対うちら二人は絶対やらない。だってできへん。そうなんだ。俺がふざけてるみたいな。でもクオリティ高いからね。そう。風も吹いてましたし。あ、吹いてた。風吹いてた。バイトとかしてたな。風吹いてたね。すごかったね。いや、そこはやっぱり百戦錬磨。ね、豪華でした。歌以外の風。歌以外の風やけど。盛り上がりました、ね、はい、ライブも本当にね今日はもうものすごくまあね一組ゲストに、ポンさんを迎えてですね、やっていただきましたのすごいなんかねあのいつも熱いライブですけれどもねさらに熱い感じがしましたそうですねだまあでも久しぶりにやっぱモダンさんで歌わせて音がねいいなって、ありがとうございます、ね、やりやすいありがとうございますあとは映像もねやっぱ素晴らしい、ありがとうございますだから弾き語りの場合本当にリハーサル特に言うことがないそうなんですよ、ありがとうございますね、精進しますポンちゃんはいつもね、なんか、はい、フラットのワンマンとかばっかりです、はい、こういう形でね、ゲストで出るっていうこともなかなかないと思うんですけれども、ね、どうですか、今日の感想というかでもこの会場を含め、来ていただいた皆さん含めも、うんなんかここでしか生まれないこのなんていうかなんとなくこうほんわかした雰囲気あるじゃないですか。わかる。それがすごいやっぱり、ね、やりやすく、そして温かく、ね、お客さんもなんかね皆さんこうまあ笑顔でね見ていただけるこう雰囲気ではありますよね。皆さんがもう優しいね。いやほんまそうですよね。この年になったらみんな多分そう。今日はスポーツの日スペシャルということでしたけれども、はい、皆さんじゃあ、 何のスポーツを昔やってましたかとかどんなスポーツが好きですかみたいなお話をしてみましょうか、せっかくなんで。じゃあ僕は、うん、小学校6年間と中学3年間野球やってたんです、うん、おー、なるほど、あ、野球ね手回してたんですよ、こうやって手回してました三塁側の、ね、あ、なるほど補欠やん、はい、なるほど補欠やん試合出てないやつですか。そのおかげで今肩痛いな。いつまで引っ張るの。マジすぎて。その中学の痛みをその時のあれが今来たっていう感じなんですけど、まあでもなんかめちゃくちゃ練習してたんですけど、うん、結構すごい人生初めての挫折というか、センターのポジションを争ってたんですけど、もうどうしても勝てなかったです。
ですね。何やっても、もうどれだけ走り込みしようが、筋トレしようが、バット振ろうが、そいつからポジション奪えなかったので、なんかその一人言い張ったんですね。そうですね。でも本当にそのなんか国体っていうかなと、その県大会とかで一人だけ選抜で出るぐらいの、ね、うん、その人が、うん、すごいね。まあ、プロは結局いかんかったらしいですけど、まあ、それぐらいのレベルのすごい人には、あ、これが才能ってやつなんか。なんか別って言いますよね。高校時代からもうズバ抜けてるって言いますもんね。プロレスしかね。13とかも高1ぐらいからね。あ、こういうと、あ、これいくら努力しても叶わないんだな。三つをみたいな。人間だものみたいな。そういうのやってた。なんか思いがけず深い話に、ね、なりましたけど、初めて今ほろ苦い経験を思い出しました、ね。まあ、でもやっぱり野球はでもそれでも好きなんで、やってたからっていうのがあるんで、だから阪神ね、あの CS 出場、 CS 突破おめでとうございます。あ、おお、ちゃんと調べてるよ。阪神では調べてるかも。ライフワークなんで、それは、はい、ライフワークなんで、はい、野球、はい、なるほど。お前さんは野球と。野球でございます。なるほど。じゃあトーマさんは。僕は今やって昔からか。昔は。何でもいいですよ。今でも昔でも。今は、うん、チャリを漕いでる。チャリを漕いでます。チャリを漕いでる。スポーツ。もともと走っててんけど、うんうん、なんか走ってるとなんか足が痛くなってきて。あ、それわかります。それでなんかほんま一回爪が剥がれて、でそれで、あ、走ってるフォームかわからんけどおかしいんかなと思って。でチャリにしようと。なんかチャリの方が痩せるって聞いたから、なんか歩いたり走ったりすると何かこう、何て言うんだろう、ふくらはぎの筋肉を使うけど、なんかチャリやったら太ももも使うから、はい、そっちの方が太ももね、筋肉つけるといいって言いますよね。痩せるために自転車乗ってるんですか？痩せたりめちゃくちゃ食べるので。ああ、そうかそうか、まあ、健康のためにもね。ちょっと体力つくかなと思って。どれぐらい1日？1日自転車こくときは1時間半ぐらい。あ、すごい、めっちゃこいでるでしょ。めっちゃこいでる。1時間半はまあまあお尻痛くなるレベル。走れたら、できる日は毎日してるけど。すごいな。そう、めっちゃ、はるかに超えた想像。僕10分15分やった。1時間半ずつはすごい。すごい、1時間半。なんか10分とか1時間以上来へんかったら、なんか燃焼せへんかなって勝手に思ってて。すごい。そう、でもね、やっぱ痩せへんから食べてねえなって思ってる。そうそう、まあ秋やしね、食べましょう。もう美味しいもん食べましょう。もう秋は美味しいもん食べましょう。足こんな太くなる。全然ダイエットちゃうし、これ。じゃあ来年楽しみにしてます。足が頑張ります。皆さんチェックしておいてください。ミスさんはなんかスポーツやってました？僕もね、中学の時バスケやってたんですけどね。なるほど。まあまあ見ての通り身長も低いし、もう高橋くんじゃないですけど、もう挫折感いっぱいでしたね。めっちゃ練習したんですけど、めっちゃ。でね、一番ダサいパターンで、絶対にあのレギュラー取ろうと思って、7番 の、 あのエースナンバー、バスケで言ったエースナンバーの。ああ、そうなんだ。はい、やりますって言って、やったにもかかわらず、全然レギュラー取れへんくて、一番ダサいパターン。いや、みんなそういう経験があるんですね、それぞれね。もうなんか、ゴール以上に高い壁を感じましたね。なるほど。あ、ゴールね。なるほど。いや、ちょっとまたほら、曲できるじゃないですか。うまいこと言うてるやん。うまい。いや、でもスポーツってそういうことかもしれないですね。なんか、そういうことを知るというかね。私もまあ、挫折しました。挫折っていうか、はい、ありましたからね、同じようなことがね。絶対勝てないやつっています。ね、いますよね。なるほどな、そうか。ポンちゃんは何かやってましたか？小中とバレーボール部で、まあ、僕もそんな身長は高くない方なので、セッターをやってました。トス上げる人。セッター難しいよ。でそれにももうレギュラーがいたので。あ、みんなそうなんや。レギュラーがいたので、僕は控えでやってたんですけど、ピンチサーバーってあるじゃないですか。はい、1試合に1回2回しか出ない、あれをやってました。その後なんか大会出てですか？そういうちっちゃい、その近畿の中で。ああ、なるほどな。ね、なんかまあでもね、あの若い時のスポーツもそうですけれどもね、せっかくスポーツの秋なので、はいはい、美味しいものもいっぱい食べつつね、皆さん、今日もいっぱい汗かいてはりましたけれども、はい、
ね、まあライブもスポーツ見たらもんですよ、ね、今日はでもほんまスポーツやったためにみんな汗かいてたんですよ、ね、白熱してたよ、ね、いやそうですね、今日は本当すごかった、本当なんか熱気がすごかったです今日は、うん、ね、なので皆さんぜひね、出演者の皆さんがねスポーツバリに挑んでいる姿をぜひねまた見に来ていただきたいと思います。そうですね、はい、全然レギュラーメンバーでもないそうですね、またぜひ遊びに来ていただきたい、ね、またね、ぜひあの、はい、レギュラーカネに振る舞っていただいたら、あ、ありますか、はい、いいですか、僕が決めるぐらいの二人以上に早く決めるぐらいね、本当に、なので今日は本当に、ね、素晴らしい、あの熱気感じるライブでございましたので、よかったらぜひねアーカイブが後今日から2週間、はい、見られますので、ぜひねアーカイブ見ていただいて、このスポーツ感のあるライブを楽しんでいただきたいと思います。ということで、今日は歌うとこライブの、スポーツの日スペシャルでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。流した涙は光の粒になり、柔らかな日々を照らしてくれる、強くかがんだ分だけ高く飛べるから、新しいドアを開けに行こう、愛になるその日まで僕は歌ってるから、変わらない笑顔のままでいてよ、雨に打たれても風に殴られてもこの花は消えない、いつまでも枯れない。
つぼみが膨らむでしょう。あなたはあなたの幸せの種を持つ。誰かのために咲かせましょう。あなたのために咲かせましょう。未来へつなげましょう。左右される僕たちが明日も大丈夫と思えるかどうかはその日その一瞬にベストを尽くすこと、yeah! 空を見上げても込み上げてく涙、いつも全力を注いでる証拠だね。自分らしく強くあるために力の全てをかけゆく、yeah! 昨日の自分を超えるその根拠はベース。おすごい、あ、いるいる、懐かしいな、似てる、いやいや曲変わっとるから